まあ、基本的にはね、はい、自分はね高校卒業してね、はい、もう就職決まってたんですよ、はい、実を言うと。どんな就職先だったんですか？鈴広かまぼこ店っていうところだったんだけど、そう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 、当時ね、まあ、初任給が8万いくらとかね、そういうレベルだったんだけど、はい、でたまたまね、たまたま競輪選手と知り合うきっかけがあって、はい、その時に、まあまあ大昔の力石義和さんっていう選手、多分、っていう選手なんだけど、はい、その賞金をね見せられたのね、うん、その時の賞金で、はい、1回行くと14万手取りであるよと、はい、それで3回あるよと言われたの、はい、で自分8万のその初任給なのに、はい、で、競輪選手ってそんな稼げるのっていうのがまず最初の第一印象だったね。なるほど、うん、ただ自分はその競輪っていうのにあんまり興味がなかったんで、うん、まあ選手を目指そうっていう気持ちはなかったの。でも自分の弟が選手を目指す、うん、それで、まあ、就職するときにあれか、1ヶ月働いて8万円か、でも競輪選手って3日間行ってきて14万かと、それも一番下の方の B 級2班の選手だったの。なるほどですね、うん、それが3回行くと何40万なんて、そういうちょっと頭にフラッと浮かんで、でもうちの親父にね、じゃあちょっとやってみるかと言ったら、まあ親父がちょっとね頑張って、やってくれということで、まあ、最初は軽い気持ちでやったんだよね、うん、軽い気持ちでやってて、最初のうちはあまり練習もしなくて、ね、ただ弟がちょっと高校卒業してなかったんでね、要はもう高校卒業するまでちょっと要はブランクがあるわけじゃないですか。その時に2人ちょっと食わしてて、ただ飯食わしてるわけでしょ、要はそこで、うちの親たちもそれじゃあな、まあそんなに裕福なうちじゃなかったからね、それじゃあちょっとあれだな、一人ぐらい選手なんだけどなつって、ちょっと一生懸命やりだして、はい、それで、まあ、46期に受かったという。うん、1000m か、それは独走っていう、それが大体主流になってるわけじゃないですか、うん、だから 1000m を、想定して、街道練習で一直線のところがあって、そこで自分でスタンディングから、その最後上りになる、一番苦しいところで最後上りになるようなところで、ゴールをするっていう、約 1000m ぐらいの想定をして、やるっていうのを、休みながら、まあ、何本かやって、まあ、そのくらいからだんだんその 1000m 出るようになってきたね、うん、で46期でなってね、うん、競輪学校お尻の方で受かり出てきました。87位かな、当時120人ぐらいいて、うん、デビュー戦、ね、そうですね、立川でね、2位落決っていう、怪我は大したことなかったですよ、うん、自分どっちかって言ったらほら、もうマーク屋だから2着取れば自分の仕事ができるっていうような走り方をしてたんで、まあ、1着はすごい少ないんだけど、まあ、2着選手でいいやっていう感覚の走りしてて、 でもね、指導員ずっとやっててね、指導員10年やった時に、43歳でね、優勝1回しかないんだけど、立川で、当時 B 級だったんだけど、 B 級で一番点数下がっちゃった時に、神様がね1つだけねご褒美くれたの。その時3連勝しちゃった、43歳で、うん、唯一それだけ自分の、なんていうの、思い出のレースっていうのは、そう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 、まあ他にもいっぱいあるんだけど、はい、でも自分はもう2着取ればもうお客さんに、なんていうのかな、お客さんの車検に貢献してるっていうような、もうレベルの走りしてたんで、うん、まあ、なんていうのかな、あんまりいい選手じゃなかったけど、なんかお客さんに言うと、鶴さんは意外と初日なんかは頑張るけど、あとはあんまりやんないから買いやすかったよとかね、よく言われるのを今ガイダンスやってて、うん、もう2日目はいらないねーなとかよく言われるから、でも初日はよく買ってましたよとかね、そういうこと言ってくれるとちょっとありがたいよね、うん、で自分でほら上の方まで行かない選手だったけど、まあ一応27年ちょっとやらせてもらったから、まあ競輪のおかげで本当にまあ生活もできたしね、ありがたいし、だこれからも競輪場にね、みんなお客さん足運んで、今ネットなんかでね、まあコロナの関係でネットとかさ、そういう方に今依存してるけど、やっぱり競輪場が盛り上がらないと、競輪自体がその盛り上がっていかないんで、なるべくなら現場に来てね、お客さんがね、金網越しにね応援してくれるっていうのを望んでますよ。必要な話はそんなことないですよ。
はい、どうもこれからもみんな競輪場に足運んでください。よろしくお願いします。